さよなら、さよなら、さよなら、もうすぐそこは白い冬。終わったー、人生終わったー、ギョエーギョエー。俺今日朝起きてギョエーって言いました。今日朝、まあ、ちょっと起きるの遅かったんですけど、今日朝起きて、素でギョエーって言いました。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今日はですね、急に発表されたデュエルリンクスのリミットレギュレーションと、それからスキルの変更について語っていきたいなと思います。ネオスフュージョン嘘だろ、嘘だって言ってくれ、誰か誰か嘘だと言ってくれ。リミットに設定されている全てのカードの中から2枚だけで入れられますと、ついにストラクチャーデッキさんのカード規制されました。初ですよね、多分ね、これ初なんじゃないかな。まあ今までパックさんのカードは局所的ハリケーンとかがあったんですけども、まさかネオスフュージョンですよ。嘘だろ、おい嘘だろ、何周したと思ってんだよこっちが。450周だぞ、450周してんだよこっちは嘘だろおい、ふざけんねよマジで、ふざけんね。しかもなんか理由真面目じゃない、今回リミット入りする際のあの理由、ネオスフュージョン非常に多くのデッキで採用され、環境の固定化の一因となっているため、デッキの多様化を促進する目的でネオスフュージョンを制限します。いや分かるよ、言ってることは、言ってること分かるけどさ、だったらさ、なんか救済措置くれよプレミアム環境下だったら使えるとかいうさ、そういう救済措置くれよ。もしくはなんか新しく設けるとかさ、そのなんかなんていうの、ちょっとフリー体制だったら何でも使えるみたいな、ふざけんなよ。プレミアム環境でも使えないのは意味わからんだろう。環境だけでいいだろう。プレミアム環境無視すんな、クソが、はい、ということで、今日はですね、私の魂の叫びをね、皆さんに聞いていただきたいなと思って、あ、ちなみに本日10月の17日、2019年10月の17日にリミットレギュレーションが発表されました。10月の17日っていうのは何の日か、何の日か皆さんご存知ですか。そうです、我らがケング松坂、シャイニング松坂兄貴の誕生日でございますおめでとうございます。祝ってる場合では泣かれました私精神状態的に、あ、まあ、でもちゃん大丈夫、もう深夜だけど朝っぱらもう即あれだから、キング誕生日おめでとうございますっていうメッセージはちゃんと送ったから、しっかりと、まあ、これはねやっぱりキング松坂親衛隊の、シャニーにまさか親衛隊の、まあ、一員として、まあ、絶対にしなければいけないことなんで、まあ、これはまあ、もう終わってるから大丈夫、ちゃんとね。しっかりと、その辺は。ただしね、祝う気分じゃなくなりましたね。ネオスフュージョン、嘘だろ。で、この、まあ、制限、リミットによって、まあ、供養されなければいけないデッキっていうのができたんですよ。実はですね、私ですね、ひた隠しにしてきた、最強のデッキがありまして、ひたすらにひた隠しにしてきた。ラスオブネオス軸の、ネオスデッキ。これ実はですね、まあ、調整に調整を重ね、最強というところまで持ってきました。このラスオブネオス軸のプレミアムネオスデッキ。これどういうデッキかっていうと、リューマゾーと、要はブレイブ、ネオスフュージョンで、まあ、ネオスフュージョンが6枚体制ですよと。で、俺すぐネオス引くから、ネオススターターっていう最強のスキル持ってるんですけども、そのスキルを使っても、リューマゾーの守護者って、ネオスを捨てて、フュージョン持ってきてネオス蘇生できるからめっちゃ強いんですよ。だから、ネオススターターが腐らないっていう。で、さらに、ラスオブネオスっていうカード、これね、エレメンタルヒーローネオスをデッキに戻すと、全部破壊するんですよ、フィールドのカード。だからプレミアム環境下ってすごいやっぱバックが強いから、これを吹き飛ばせる。で、ネオスは破壊耐性がネオスフュージョンであるから、耐えれる。自分だけ。こういうクソ、超強いギミック。で、さらに、シールドウォーリアとか、ネオスフュージョンでめっちゃ硬いし、ネオスは。これめっちゃ強かったんですよ。で、ネオスはこの、コネクターとかも呼べるしね。これめっちゃ強くて、ガチでやばかったんですけど、調整段階ではほんと無敗みたいな出来だったんですけど、なんと、エネコンとの併用ができなくなります。これによって。で、さらに、後でやりますけど、粉砕というスキルの修正。ご愁傷様です。終わった。
空綺麗。きちいよ。俺よくこの動画作ってたと思うよ。朝っぱらから今まだ11時ぐらいなんですけども、きちいわ。いやもう本当に死のうかな。俺死のうかな。俺死のうかな。もう課金するのやめます。そしてもう課金するのやめる。もうストラクチャーさんを課金してくるんだったら、ストラクチャーさんをね課金してくるんだったら、もう課金するのやめるよ俺。コナミさんそれでいいんですか本当に。僕の収入源結構バカにならないですよ。本当にいいんですね。で、まあ、他にのリミットについても一応説明していきます。堕天使の階段というカード。まあ、これに関しては、リミット2から説明しますね。堕天使の階段というカードは、まあ、どうしてもやっぱ堕天使の展開の、要だったんで、これが2枚になったってことは何が言いたいか。まあ、もちろん安定感も少しだけ落ちるんですけど、まあ、通用があるんでそこそこなんですけどね。局所的ハリケーンとの併用ができなくなります。これが一番でかいですね。堕天使からの、ソルティアして、ハリケーンって打って、粉砕ってやって、はい、達成、ありがとうございましたが、まあ、ある程度なくなるかなと思うんで、これはまあ、ありがたいかな、と言ったところ、まあ、できれば追放の方をね、もうリミット2にしたら、もう堕天使をぶち殺していただきたかったと、俺は思うんですけども、まあ、それはまあ、発売直後っていうのもあるんでね、まあ、賛否両論の、まあ、主にピの方があると思うんで、まあ、これは妥当かなといったところ。で、そして、生物をめぐる戦い。これに関しては、まあ、R なんで、まあ、そんなに痛くはないかなと思うんですけど、ただね、これがあるからある程度戦える環境外デッキっていうのも、まあ、そこそこあると思うんで、まあ、これは一概には OK とは言えないですね。僕にとっては。うん。まあ、もちろん、6部衆とか、ああいう環境トップデッキとかには入ってたりしたんで、まあ、6部衆に関してはですね、道場、そして、エニシ、めぐるっていう、もうなんかガチガチでリミット固まれたんで、まあ、きついはきついと思うんですけども、まあ、それでもね、多分ね、可能性を見出す人はいると思うんですよね。まあ、また、規制が厳しくなったところで結局、デッキ組んでくる人はいると思うんで、まあ、まだ可能性はあると思うんですけど、まあ、めぐる戦いに関しては他のデッキでも入ってる汎用カードではあったから、まあ、エネコンとかと同じような感じかな。まあ、妥当ではあるけど、ただ、この規制することによって、っていうデッキも出てくるっていう感じですかね。はい。で、リミット1について。親族の堕天使はリミット1。まあ、これでもね、まあ、言うてね、まあ、1と2を他に入れなくなるっていうのは、まあ、もちろん堕天使にとっては痛いけど、ただ、追放がまだ3枚あるから、追放が一番やばいからさ、だって。結局、追放で全部何でも持ってこれたら意味ねえじゃんっていう話じゃん。だから、全然堕天使、まだあるかなと思うんだけど、後で話す粉砕の修正。これがマジで痛いですね。これがマジで痛い。この、堕天使のギミック的にはまだ生きてるとは思うけど、ギリギリね、使い回せるから、新作の堕天使も。一応、デッキに戻して。まあまあ、でも、そうは言ってもかな。うん。で、サイバープチエンジェル。これに関しては、やったね。やっとだね。ずっと言ってたじゃん、俺。サイバープチエンジェル返せって。やっとだよ。リミット1になったことによって、これ何が起きるかっていうと、今までサイバーエンジェルだけにと、機械天使の儀式とサイバープチエンジェルっていうのは全部リミット2だったから、全部を採用してることはできなかった。だからこの3枚の中から2枚を選んでねっていう感じだったんだけど、このサイバープチエンジェルがリミット1になったことによって、サイバープチエンジェル、そしてダキニ、そして機械天使の儀式、これを1枚ずつデッキに積むことができます。これによって。これはね、強いよ。機械天使って、8にできなかったの、今まで。レベルコピーっていうクソみたいなスキルをつかないと、8に、レベルを8に合わせることができなかったんだけど、これによって、プチエンジェルが復活したから、8が作りやすい。つまり、ダキニとか、イザナを出しやすくなったんですよ。これは超強いっす。これは超強い。で、しかも、弁天リリースしたらこれ持ってくれるからさ、でイダテン弁天は簡単じゃん、今。ダキニ、ダキニじゃねえや、イダテンが3枚あったから。すごい強いっす。これは、まあ、ありがたいね。これは、サイバープチエンジェルは絶対入ると思います。機械天使のデッキにね。これまたちょっと、新しく、リミットが改正されたら、機械天使のデッキ、やっていこうかなと、思います。で、リミット解除について。リミット解除は、デスサムライ。あ、今回さ、なんかさ、文章真面目じゃない？そして、なんか真面目なんだけど。なんかさ、もうちょっとさ、この辺のカードとかさ、なんかその、一瞬で、展開できて、なんかデュエルを終わらせる能力がありましたので、規制しますとか、そういうなんか文章を期待したんだけど、なんかあんまなかったから、なんか真面目かよみたいな。真面目かよって突っ込んだわ。うん。で、リミット解除。デスサムライと、リバインガイと、リーフ。リミット解除されました。デスサムライについては、まあ確かにヴァンパイアデッキって、まあそこまで今もう活躍しないしね。まあ共有できる強さであると思うのは、これはもう同意ですね。で、リバインガイも、まあ同意。まあディスティニーヒーローそんな強くないから、今、言うて。まあでもこれ粉砕が規制されてなんかワンチャンあるかなと思いますけど、まあこれは同意。うん。まあディバインガイそんなに多くなったところで、まあそんなに痛くないか。まあでもエネコンと併用でき
ングとかはちょっと痛いけど、きついけど、エネコ2枚入れてなんかディバインガイもなんか2枚ぐらい入ってるとかだったらちょっと痛いけど、うざいけど、ちょっとまたこれ組んでみようかなと思いますね。制限で。で、神羅の水先リーフも、これに関してはいつの時代っていう感じなんだけど、神羅時代っていうのがデュエルリングスにありましてね。で、この、カードは一応破壊する効果なんですよ。デッキから墓地送られると。まあ、破壊耐性が結構今あるモンスター、結構こういうカードとかがね、多かったんで、まあこれはまあ別にいいかな。なんかそんなに、こいつが帰ってきたことによって神羅が暴れるっていうことはあんまないと思うけど、まあちょっと組んでやめるけどね。多分大丈夫だと思います。はい。まあなんでこれは妥当かな、この辺は。はい。ということで、まあ、以上が一応リミットレギュレーション、カードのね、方のリミットレギュレーションが出ました。マジで、最後に一言言います。ふざけんな。マジふざけんな。はい。で、一部スキルの変更について、こちらに最後、触れていこうかなと思います。スキルの変更日は10月の28日ですね。これから、今から10日ぐらいか。一番大きな修正は、粉砕です。粉砕の修正。レベル5以上のモンスターをフィールドに何度も特殊召喚できるデッキが増えたため、スキルの回数を制限します。どういう風になったか。これは、まあ、遅かったけど、修正されるのは、まあ、妥当かな。自分のフィールドのレベル5以上のモンスター、の攻撃力が、300ポイントアップするよと、レベル5以上のモンスターの数かける。これは同じです。ただし、このスキルは、デュエル中に一度しか使用できないと。一度はね、きついね。一度は正直かなりきつい。まあ、粉砕はほぼ死んだと言ってもいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうかね、多分。まあワンキルするときだったらまだいいんだけど、全然ワンキル系じゃないデッキだったらやっぱ継続的にやっぱ毎ターン自分のターンで上がるっていうのが強いから、まあ打天使主にね影響があるのは打天使、それからネオス、あとは粉砕だと6部衆とか、あとブルーアイズもまあそこそこですかね。まあブルーアイズはそもそも打点が高いから、まあ、全然逆に強化されてるっていう見方もあるけど、その辺の打点子とか、ネオスはまあ辛いですね。やっぱね、ネオス打点子あたりはね、打点が低いんですよ。そもそも打点が。だから、粉砕でなんとかしてた。粉砕でごまかしてた。っていうのがあるんですけど、これが修正だったんで、超きつい。さっきの俺の供養した、5連中デッキの粉砕ありきみたいなのがあったから、マッチ辛い。マッチ辛い。これは、やばい。まあ、打点が正義の、まあ、遊戯王の本来の環境に戻るかなといったところですね。で、光るテーマの交換。これに関しては自分のライフポイントが1000減るごとに、使用できるよ。まあ、その以下は同じっていう感じなんですけど、1000減るごとにが追加されたことによって、光る闇の交換って、これ結局安定感が増してたんですよ。同じレベルの光属性、闇属性をなんかいくらでも初手で交換できたから。だから安定性だっけ、安定性が高くなりついたため、スキルに使用条件を追加します。まあ、これはね、妥当ですね。非常に。まあ、遅いぐらい。うん、で、コツさよって、例えば、サイマージを交換するとかになるので、まあ、ただ窓とか、それから光と闇の交換っていうとあとなんだろうな、まあ、サイマージ系のデッキですよね。サイマージ系のデッキ、あと墓守とかね、あの辺のデッキには結構影響がありますね。サイマージ立てられなくなりました、簡単には先行で。まあ、これはありがたいかな。これはすごいありがたい。まあ、ネタレッキ選手権とかではかなりきつい。ネタレッキ選手権ではめっちゃ活躍するスキルだったんで、これなんかちょっとなんか今までのなんかそのなんだろう、使用でも使えるみたいな、なんかフリー対戦コーナーみたいなの作ってほしいね、個人的にはと思います。はい。まあでもこれからの厳しかったデッキは多い。で、絶対運命力、自分がコイントスを行う場合3回まで必ず表が出ますよと。で、このスキルはコイント、これは同じですね。で、このスキルはコイントスを行うカードがメインデッキに7種類以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用されるっていう風に変更になります。これ5種類でした今までは。理由としてはデスプラードリボルバードラゴンを軸としたデッキの場合、このスキルを適用する条件が十分に機能していないため適用条件を厳しくしますと。うん、その通り。その通り。もうなんなら10種類とかでもいい。デスプラードリボルバードラゴンを採用する場合は10種類コイントスを行うカードが入ってないと適用されないみたいな、ことでもいいぐらい強かった。デスペラのリボルバードラゴンの絶対運命力は。まあこれは妥当ですけど、まあでも7種類ってまだいけます。7種類はまだいける。7種類まだね、出てき組めるよ。コイント数系のカードって結構強いから、結構カード自体はね。なんでまだいけると思います。で、問題点としては、ネタレッキ選手権だよね、また。ネタレッキ選手権で絶対運命力でソレティアできないですよ。7種類ってやっぱゴミが多くなると結構辛いからさ。これだからね、何回も言ってるように、なんかその、今までの仕様で使えるコーナーを作ってほしいね。できればね。今までどんな遊び方をしたい人もいると思う、俺は。うん、皆さんどう思いますか？そして、機械停止将来。これに関しては、イザナを加えられるように、なりましたよ、という感じでしたね、確かね。なんか、この、
いざらも手段に加われるように修正しますということで、まあこれはまあ、まあ、あんま使わないと思うから、まあ、これはまあそんなに触れなくてもいいかな。でフュージョンリザーブロイド、自分のライフポイントが1500減った後に使用できる。これ1800でしたね。1800でした、もともとは。で自分のデッキから自分のエクサデッキに存在するロイド融合モンスターカード名に記されている、融合モンスター、融合素材モンスターを手段に加える。デュエル中に2度、これはデュエル中に1度だったんですよ今までは。だからまあ強化ですよね。1500と1800はなんだかんだやっぱ1800届かないっていうパターンは結構あったから。どうだ、これがキャラクターの固有スキルを使いやすくするために強化しますと。なんでこれは1500って結構やっぱ戦闘ダメージとかで1800で届かないっていうパターン結構多かったし、あとやっぱ1500ぐらいのモンスターで小遣いた時にはなんかもうあと300なのにみたいなことがあったんですけど、まあ、これはある程度まあ強化されたっていう感じですかね。でドラゴニックフュージョンなんか謎のデッキ強化してくんだ。デュエル開始時に自分のデッキに竜の鏡を1枚追加するよと。でさらに、これは同じ、自分のエクサデッキにも5ゴッドドラゴンが1枚追加される。これも同じ。あ、5ゴッドドラゴン、そういえばあの今度ね、あのね、あれなんですよ、 OCG の方にリンクモンスター来るんですよ。なんかね、あの謎のめっちゃ強いリンクモンスター来るから結構かっこいいねやつが来るんですけど、まあそんな話は置いといて、自分のライフポイントが1500減った後に、これもなんか1800かなんかだったっけ、一度だけ、使用できる。自分は手札を1枚デッキに戻して竜の鏡をデッキから手札に加える。これは1枚デッキに戻して手札に加えるっていうのが強いです。これめっちゃ強い。今まではドローフェーズに引くっていう、ドローフェーズ時に通常ドローを置かない代わりに竜の鏡をデッキから引くっていうカードだったんだけど、いや、カードじゃない、スキルだったんだけど、これがデッキを1枚戻して、加えるスキルって結局戦力補充みたいな感じで強いんですよ。いらない、もう不要になったカードをデッキに戻して交換できる。そして自分の通常ドローを潰さない、これがメリットなんですよね。だからこれは強化です。まあ強化って言ったところで別に使うかと言われるとまああれだけど環境デッキで使うかって言われるとね、まああれだけど、融合ヒーローも同じですね。1500減ったと5800巻かだと思うんだけど、これで一度だけ使用できますよと。デッキ外から、手札を1枚デッキに戻して融合を加えつつ、墓地のレベル4以下のエレメンタルヒーロー通常モンスターも加えることができますよと。だからアナザーネオスとかね、あの辺は加えられますかね、墓地から回収できますかね、まあ死んでても。でさらにあのデッキでももちろんやっぱ戻すんで、だからドローフェーズのドローを潰さない、これがめっちゃ強いです。やっぱり戦力補充とかと同じですね。まあ、融合ヒーローも強くなったかなと。で、融合の使い手、自分のライフポイントが1000減るごとにだから、これいくつか2000かなんかあって、なんか減るごとに、1000減るごとにだから、コツさえ打って、融合を加えられると。自分の手札を1枚デッキに戻して、融合を手札に加える。このスキルは出る中に2度と。これも結局、その、自分のライフポイントが1000減るごとにだから、コツさえを打って、で、手札のカードを1枚デッキに戻して、デッキ外から融合を加えるというカードなんで、まあこれは強くなりましたよね。まあ、使いやすくなったかなと思います。まあ選択肢の、まあ、融合デッキやったらね、選択肢の一つに入ってくるかなと思いますね。はい。で儀式の使い手、自分のライフポイントが1000減るごとに、このスキルはデュエル中に2度しか使用できないよ。自分は手札を1枚デッキに戻して、以下のどちらかを提供できる、ランダムで儀式モンスターをデッキから手札に加えるか、儀式魔法を手札に加えると。だからこれはまあ使わないと思うけど思うけど、ただ確定で持ってこれるようになりますよね。その要は儀式モンスターと儀式魔法をまあ1枚ずつ、入れといて、確定で、引きたいやつをね1枚ずつ入れといて、で、あのコツさえ打って、で、まあどっちか何宣言すればどっちかは必ず持ってこれるみたいな感じになるから、まあ万事がいないからちょっと微妙なんだけど、まあどっちか引いてもどっちがないみたいな感じになるから、だから例えば、まあ、儀式モンスター1枚の儀式魔法3枚といて、なんかどっちかない方を持ってくるみたいなことはできるかなと思いますね。だからまあ同じ儀式モンスターでこいつだったら強いみたいなモンスター、まあ、ダッキニとか、そうだな、まあそういう系のカードですよね。まあ制圧力が高い、まあマジシャンオブカオスもそうだけど、まあそういう制圧力が高いモンスターを展開していくデッキだったら、なんかそこそこ、まあ、強いスキルになるのかなとはちょっと思いましたね。はい。まあ一番やっぱり触れなければ、お、やべ、なんだ、びっくりした。一番触れなければいけないのは、結局やっぱりこの、一部スキルの修正のこの粉砕っていうスキルの修正と、それから、リミットレギュレーションのこのネオスフュージョンの規制、これによって、僕の人生が終わったと私の人生が終わったということだけちょっとご理解いただければなと思います。小上さん、本当にそれでいいんですね。僕もガキやめますよ、そういうことやってるとって言ってどうせするんだろうな。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんも意見もぜひお聞かせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。キング正孝、誕生日おめでとうございます。
ったりー。